山下様、よろしくお願いいたします。どうも皆様、おはようございます。フォートレス代表の山下でございます。本日はご来賓の吉村副長さんをはじめですね、ジュニア関係の方々多数ご出席賜りまして、誠にありがとうございます。この場をお借りしまして、ご存じ申し上げます。実は私、この場で、皆様の前でベータワーの話をする、あるいは空庭温泉の話をするのはちょうど1年ぶりでございます。昨年のちょうど3月にこの空庭温泉事業を、発表をいたしまして、ちょうど、1年、1年弱でございますが、経ちまして、ようやくこの完成ということで、来週の26日に完成いたします。この間ですね、事業関係者も大変な努力をしておりまして、無事にこの日を迎えても大変喜んでいる次第でございます。私の方からこの事業のつきまして簡単にちょっとプレゼンテーションをさせていただきたいと思います。私ども、フォートレスなんでございますが、昨年もちょっと申し上げたんですが、我々2009年から、本格的に日本で投資をしております。これまでで約6000億円投資をしております。皆様とも馴染みでいうとですね、一昨年2017年の12月にソフトバンクグループの参加となりました。で、我々その中で投資のテーマはいくつかあるわけでございますが、やはり今フォーカスしているのはこのホテル観光産業でございます。我々観光産業、ホテル産業、観光産業についても7年、投資をやっています。傘下のマイステーズホテルマネジメントでございますが、このアートタワ アートホテル大阪ベイタワーをはじめですね、現在90棟、1万5千室の規模まで成長しているわけでございます。で、またもう一つの視点は、まさにこの大阪ベイタワーに象徴されてですね、官がもともと持っておられた不動産を再生していくと、これが一つの視点でございます。で、この大阪ベイタワー以外にもですね、国レベルでも実は一昨年でございますが、雇用促進支援機構から10万6千戸の旧雇用促進住宅を買わせていただきまして、現在ビレッジハウスとして再生をしております。このビレッジハウスは、市として低所得者の皆様方向けのですね、いわゆるアフォーダブルハウスでございまして、これについて我々がそういったアフォーダブルハウスを提供して社会に貢献しているというのが私どもの活動でございます。さて、この空庭温泉事業のにつきまして、私の方から何を目指しているかということ、それから、この経緯背景につきまして、簡単にスライドを使いましてプレゼンテーションさせていただきたいと思います。まず昨年も申し上げたんですが、この大阪ベイタワーをですね、再生するについて我々ビジョンステートメントをですね、ここに掲げさせていただきました。この2回でございますように、国内外の宿泊並びに観光客の方々がですね、日本と大阪が有している文化的歴史的な魅力でですね、都会の喧騒を忘れてリフレッシュしていただくと。で、またこのベイタワーはですね、ベイエリアの中でランドマークとなってハブの機能を担うということを我々がやっているとしているわけでございます。で、我々としてはこのアートタワー、アートホテル大阪ベイタワー並びに空庭温泉事業を通じて年間90万人の方々をですね、この大阪ベイタワーに今来ていただけるものというふうに考えております。で、そもそも我々、この大阪ベイエリアをですね、大阪の中で、北南に次ぐ新しい概念、西という概念でですね、フィーチャーしていきたいというふうに考えております。私自身もですね、個人的にも思います、あるいは皆様方も、大阪は今日本の中で一番ホットな都市だというふうに考えています。で、その中でもベイエリアはですね、特に、世界中から脚光を上げている地域だというところでございます。皆さんご案内の通り、このベイエリアの中で、海遊館、それからユニバーサルスタジオをはじめですね、
こういう大型の集客施設がございます。年間3000万人の方々が来てございます。それからご案内の通り、吉村市長のリーダーシップのもとですね、大阪万博2025がですね、決定されました。それから同じ、夢洲地区においてはですね、 IR の活動を今誘致されているところでございます。まあ、そういった観点でまさに今世界中がまさにこのベイエリアを注目しているというところだなと思っています。まあ、IR で実現しますと、大阪市さんの予測では2500万人の方がですね、使っておられるということでございます。さらに、まあ、グローバルの観点から言いますと、実はユニバーサルストゥディオはですね、アメリカの大手の CATV の会社であるコムキャストが買収されました。それから我々はですね、この大阪ベータワーに投資、サブスタンシャル投資をしておりますし、それで IR につきましてもですね、まあ、世界を代表する IR オペレーター、あるいは投資家の方々がですね、多大な関心を持っておられます。世界中からですね、海外の資金がですね、まあ、ここに流入する、これがまさに今世界中から注目を浴びているベイエリアだろうというふうに我々は考えております。で、このベイエリア、我々このベイタワーから弁天町という、まあ、地域なんですけども、まあ、地区なんですが、まあ、何よりも交通の利便性が極めて高いと我々は思ってまして、大阪の中心部との距離、まあ、駅から大阪駅から10分、それから地下鉄の本町駅から7分というところでございますし、それから何よりも空港、1時間で電車で1時間で来れるというところかなと思っております。それから公共インフラという意味では、スポ25、それから IR、こういったところがですね、まあ、立地に伴ってですね、鉄道3線の延伸工事も予定されているということでございまして、弁天町というその、まあ、エリアがですね、このベイエリアのまさにハブを担うんじゃないかと、その重要性が増しているんじゃないかと思います。観光につきまして一言コメント申しますと、ご案内の通り民営化されています。それで、もう今やですね、成田空港とほぼ同じぐらいの旅行客数、1400万人を超えております。それから2017年の春には LCC の専用ターミナルが設置されまして、その結果アジアのゲートウェイとしてですね、アジアのインバウンドの方々の数がですね、まあ、著しく増えているというところかなと思っております。さて、このベイタワーでなぜ運用施設なのかというですね、まあ、当然のご質問があるかと思います。それに対して私は3点かと思っております。1つ目はもうこれは私も含めてですね、まあ、日本人であれば温泉がもう好きだということです。これは TSUTAYA の調査によってです、ね、約8割の方が、温泉が好きだと言いますし、それから年間ですね 3.5 回、年間訪れるということ。で、第2にですね、まあ、何よりも外国人の観光客が温泉を利用したいと言っているということです。で、これは観光庁さんの調査なんですが、約4割の方が次に日本を訪れた時に、温泉を利用したいというふうに言っておられるということです。で、翻ってじゃあそのご当地大阪でこの温泉の施設はどうなのかというのがこの表でちょっと書かせていただいているんですが、湯量という点、あるいは収容定員という点で全国のわずか 1% にしか過ぎないわけでございまして、まあ、貴重な観光資源であるですね、温泉というものをもうちょっとフィーチャーして私のとしていきたいというふうに考えております。それで、この温浴施設空庭温泉をですね、なぜ、まあ、我々が計画したかという背景経緯を申し上げたいと思います。もともとですね、これは大阪市さんが取り入れた施設なんですが、実はその1013メーターの地下を掘って温泉がもう既にありました。ただしその温泉というのは残念ながら、まあ、有効利用されてなかったと、まあ、ジムが入っておられますが、そのジムのお風呂にしかですね、使っておられないと。で、我々がやはりまあ、デザイナーとして見ていたときに、これもったいないなというふうに考えて、この温泉をなんとか利用できないかなというのがきっかけでございまして、施設解体が2017年の7月、それから施設建設がありまして、この2月に完成したと。で、司会者の方もおっしゃっておりましたけども、ご説明ありましたように、延岡源泉5000坪という、まあ、温泉型テーマパーク、これはもう関西では最大級でございます。これに、まあ、生まれ変わったというところでございます。
この空庭温泉で目指すまさにのはですね、新時代の、都心型温泉リゾートということでございます。まあ、温泉と言いますと、ややもすれば夫婦、カップルの方、それから高齢者の方、あるいは企業の宴会向けの需要というのがこれまで温泉の利用だったんですが、私どもはさらにですね、新たな顧客層としてターゲット3つございます。1つは若い方、ミレニアル世代の方々でございます。2つ目は、癒しを求める働く女性、この方々に来ていただきたいと。3つ目は先ほど申し上げましたインバウンドの方でございます。で、2番目の、働く女性の、統計をちょっと申し上げますと、30歳から49歳までの、女性のですね、年間ですね、なんとですね、4.7 回もですね、温泉を平均使っております。それぞれの年齢層の中、年齢のコホートの中で最高でございます。そういった方々が、それから、さっきの外国人の観光客の方でございますが、これは4割の方が、温泉を利用したいということ、それからも使いたいということ、また、ウェブサイトで、温泉というキーワードが、トップ5にある層でございまして、そういった観点で、この3つの層にですね、ターゲットをしてですね、実はこの年間60万人の人たちをですね、この施設に誘致をしたいと、対応に考えております。で、この施設の概要でございますけれども、詳細はですね、後ほど荒井の方からご説明したいと思います。私の方からはですね、大阪という地域、その歴史にちなんで、やはり安土桃山時代というのが、大阪が非常にこう栄華があったと、事業所の時代かなというふうに考えてまして、その時代のまさに、施設でですね、コンセプトにやっております。で、一言だけ申し上げれば、ここに5000坪の伸び床面積のうち、要するに屋上の庭園がですね、1000坪ございます。ここは庭園、日本庭園を実は整備しております。この理由はですね、ややもすれば大阪素晴らしいんですが、東京とかに比べてやはり緑地が少ないかなという気が我々しておりまして、そういった観点で、日本庭園をですね、整備をして、それで、大阪市民の皆様方にですね、庭園を楽しみながら、足湯に使ってお湯を楽しみながら、四季を楽しんで、実は植栽もそういう四季、シーズンに応じてですね、やってまして、そういったところで、癒しリフレッシュをしていきたいというところをですね、我々としてこういった施設構成にしたわけでございます。この空庭温泉事業がですね、まさに、ユニバーサルスタジオ、それから、次の、実現ぜひしてもらいたい、IR に続くですね、このベイエリアのですね、一大観光拠点として、発展し、それからベイエリアのハブの一つの役割を担いたいというふうに私どもは願っておりまして、そのためにもですね、大阪市並びに港区の関係行政機関の皆様、それから本日ご出席いただいておりますメディアの皆様のですね、ご支援が不可欠でございますので、何卒よろしくお願い申し上げます。私からのプレゼンテーションは以上でございまして、ご清聴どうもありがとうございました。
あるいはそのビジネス性を含めて、まあ、そういったことを全面的に、押し出していく、その魅力を世界に発信していく。僕はこれをやれば世界に負けないエリアになる、大阪はそういうエリアだというふうに確信をしています。まあ、そういった思いの中でさまざまな取り組みをしているというところです。特にこのベイエリアについては力を入れています。弁天町は特にですね、やっぱり頑張ってもらわないといけないエリアなんです。というのもこの弁天町というのはまさにベイエリアの玄関口です。環状線もあり、そして大阪メトロもあり、さまざまな玄関口になっている。そして大阪メトロは夢島に延伸をします。これはもう決定しています。そしてこの夢島、弁天町から夢島直通ですけど、夢島に、ですね、2025年に大阪万博を実現させることが決まりました。そして、その大阪万博までに世界規模の大型リゾートの IR を夢島に誘致します。これも確実にやります。先日大阪の IR 基本構想を発表しましたけども、投資規模は1兆円です。1兆円というのはシンガポールのマリナベイサイズの倍ぐらいの大きさです。それから展示場、会議場、これも、まあ、東京にあります。東京国際フォーラムとかありますけども、東京を超える規模のマイス施設も誘致する。そういったベイエリアというのは今後ですね、非常に力を発揮するエリアというふうに思っています。要はこれまで大阪の中心といえば、梅北の力を入れますが、北と、そして、まあ、南のエリアですね、南部から北、震災後したあの南のエリア、まあ、南北、北南の大阪というのは有名でしたけど、これからさらに力を入れるのは東西になります。西と東、この西の拠点がベイエリアになります。そして東の拠点は大阪城公園です。大阪城公園も力を入れてさまざまな取り組みをしています。この西の拠点であるベイエリアの中のまさに玄関口、結成線なのがこの弁天町です。で、空庭についてはですね、僕も非常に期待しておりまして、先日一足お先に内覧をさせていただきました。まあすごいですね。これ温泉施設かなと思ったんですけど、温泉施設じゃないです。温泉施設じゃなくてですね、これはもうテーマパーク、そしてそれはただのテーマパークではなくて、個性、ここにしかないテーマパーク、安土桃屋時代を再現したテーマパーク、これは国内の人も国外の人もものすごく楽しんでいただけるんだろうなというふうに見て、確信をいたしました。まあ、日本の安土桃屋というのは日本しかないものですから、そういったものを再現させていただく、そしてさまざまなサービス向上というのも取り組んでおられる、まあ、素晴らしい施設だなというふうに思っております。大阪のこの西のエリア、ベイエリアを成長させていく、まさにその拠点になるのがこの弁天町であり、そして空に上がるというふうに期待をしています。それからもう一点はですね、もう一つ僕が思い入れがあるのが、こちらのこれアートホテルの環境なんで、空にはもうこれが民間の力でものすごく生まれ変わるとしている。その前はですね、実は大阪やってた大久200という、大阪市が直接経営にも関与していた大久200というところでしたけれども、これについては事業について失敗をした。そして今他にもいろんなそういう大阪の中では失敗したことが、大阪市が関与して失敗したものがあります。まあ、それを再生させるという事業で一緒に、その再生の方法っていうのが行政ではなくて民間に最大の力を発揮してもらおうということで進めています。この民間の力を最大に発揮したものがまさにこの集大成が、こちらの文化でありアートホテルであり、そしていよいよスラニアの開業ということで、非常に期待をしています。これから2025年に向けて大阪万博、ベイエリアでやる、大阪世界基準の IR を大阪でベイエリアでやる、そしてそのベイエリアの玄関口にこのスラニアがあるということで、たくさんの国内外の人がこのスラニアを訪れて、そして癒されてですね、あ、大阪よかったね、また来ようと思ってもらえるようなものにしていってもらいたいと思いますし、まあ、そうなることを確信をしています。この素晴らしい施設ができたことにですね、感謝を申し上げまして、お祝いの言葉とさせていただきます。まず誠におめでとうございます。どうも
マパークはですね、大きなコンセプトとして日本の歴史文化、大阪の歴史文化をですね、いかにこの皆さんに楽しんでいただくかというところを追求して作っております。今日はパークの方に内覧の方でいただきますけれども、みんなおいでやすというですね、挨拶をすることになります。これは千葉言葉というのが昔あったそうですけれども、大阪のアキンドの言葉で、おいでやすおいでやすという挨拶がありましたですね、それを取り入れてやっていくということでございます。でですね、実際の中身についてご政府紹介をさせていただきますけど、特に資料で書いてることよりも、なぜこういう立て付けになっているのかというような、どう考えて作っていたかというところを中心にご説明できればと思います。まず内容でございますけど、野手川面積としては5000坪ございまして、天然温泉が9種類ですね。そしたら岩盤浴が7種類、岩盤浴は他より少し少なめでございます。他の温浴施設よりもテーマパークとしてのですね、機能をたくさん持たせますので、そういう意味では岩盤浴自体はそんなに、あと庭園が1000坪あります、ね、これはぜひご覧いただきたいと思います。それから、飲食と物販、こちらも他社に比べると何が一番大きく違うかというとですね、テナントさんではございませんので、全部直営でやっております。ですから、そのパーク全体のコンセプトをですね、きちんとその飲食とか物販に落とし込んでいくというところがかなりしっかりできているのかなというふうには思っています。で、営業時間でございますけれども、朝の11時から始まりましてですね、翌朝の9時までということで22時間営業を行っているということになっています。で、入館料は平日2400円と日祝日が2400円、で特定日ですね、盆暮れ正月になりますけれども、これが2800円ということで、年間まずは初年度60万人を狙うということでございます。で、今山下代表からお話ありましたフォートレスインベストメントグループジャパンというのが、出資元なんですね。で、運営が私ども大阪で行うロード会社というところで、この空岩温泉の運営をで、まさに先ほど山下代表からもお話があったようにですね、このベイアリーエリアと都心をつなぎ、過去と未来をつなぐというのを一つのテーマにしてですね、安土桃山時代というものをテーマにして、安土桃山時代って、これもなぜ安土桃山時代なんですかというのをよく聞かれますね。分かりやすく言えば安土桃山時代ではなくて、戦国時代って言ったら早いんですよね、時代は。戦国時代だとすぐ戦国武将みたいな話になってきて、なんか、戦国時代村みたいな、そっちへ話が行っちゃう。それちょっと大阪らしくないですよね。大阪はやっぱり商人の町ですので、そういう意味では商人が活躍して、その日本のルネッサンスと呼ばれたような千利休とか、池の子とかですね、文化が花開いた時代というと、やっぱり安土桃山時代ということですので、あえてそのこう なんていうか触りにくいところをこう掴んでいるのはそういうことで、ございます。安土桃山時代って中身いろいろ調べますと、桃山というより安土大阪時代ですよね。あれ呼び方変えた方がいいかなと思いますけども、本当に大阪が中心に花開いた独自の文化を作っていた時代でございますので、ぜひそれをですね、今のこれはよくインバウンドの方を対象にされてるんですかとすぐ言われるんですけど、別にインバウンドだけ意識して設計してるわけではございません。まず第一に考えてるのはやはり日本の皆さん方のお客様を対象にしておりますので、今の若い方ですとか我々のような世代ですとか、そういう人が十分楽しんでいただく、その日本の良さとか大阪の良さとかということをもう一度こう思い起こしてくれるような、そういうものになればいいかなというのを第一に。それでプレオープンでございますけど、本日21日をこの日にですね、22日が旅行代理屋さんですとかホテルに来ていたということで、23、24、25ということでグランドオープンの26日までプレオープンをやっております。で、今日はですね、ちょっといきなり宣伝が入ってますけど、実は、梅田のビッグマン前でですね、フラッシュモブをやるという
たちが小宮山時代から、タイムスリップしてやってきたというのが、まあ、今日という設定になります。今日、梅田にですね、タイムスリップして、その時代の人間が現れるというのがですね、ゲリラ的にですね、梅田のビッグマンおよびその周辺の街の中で、こういう時代をの服を着た人間が現れて、まあ、ショーみたいなのもやらせていただきますので、15時半と18時半なんですね。2回5分間、うちのエンターテイナーがですね、ちょっとしたフラッシュモードをやらせていただきます。まあ、お時間があればぜひともご利用いただきたいと思います。パークのコンセプトは、その安土桃山時代の美と癒しと味というのをテーマにしてですね、そこからヒントを得て、まあ、今の時代のものを使ってですね、楽しんでいただくということになります。で、この設計にあたりましてはですね、だいぶその、まあ、昔の時代を再現したものに言いますと、時代村さんがやってらっしゃるように日光江戸村さんをはじめ、京都の渦巻さんの映画村みたいなものがありますので、まあ、そういうところと似たようなことを仕事したからね。温泉でいうと東京の大江戸温泉物語ってお台場で、ね、有名でございますので、まあ、これとも同じことをしても意味がないのですが、まあ、取り組みとしてはかなり、表には出ておりませんけれども、まあ、新しいような取り組みをいくつもやっております。例えば会社としてはですね、ティール組織というんですけども、部門の垣根がなく役職の隔たりがないような、まあ、私の名刺先もらっていただいた方の役職見てもなんじゃこれというような、総年寄りとか町年寄りとかですね、まあ、一般の方聞いても上なんだか下なんだか何だかよく分からないような、役職しかつけてないですね。部長とかですね、そういう呼び方はないですから、なんと、そういう意味では役職をあんまり意識せずに、組織の壁もなく、まあ、オフィスなんかを取材いただいた方はですね、かなりオープンな、ところで自由に仕事をしていると。まあ、某アメリカのテーマパークと違いまして、アメリカからライセンスが降りてきたりとかですね、キャラクターが来たりということはありませんので、すべて我々で、のメンバーで、50名、約50名の社員ですけども、このメンバーで考えて作っていくと。全てを考えて作っていくということになりますので、できるだけいろんな部門がそのままで考えたことをお互いに意見を戦わせるというような組織の構造で、回しています。それで出来上がったものが、まずスタートの段階で今日見ていただくようなところまで来ておりますので、まあ、これが終わりではございませんので、ここからどんだけ進化できるかというのが我々の挑戦になるかなと思っております。はい、それでですね、ちょっと時間もありますので、パークを見ていただきますと、まずこの広大に広がる日本庭園ですね。これはですね、日本人からすると日本庭園ってまあその辺にあるかなと思うかもしれませんけど、特にここはちょっとインバウンドの方も意識しています。過去に私自身がですね、東京で、まあ、その観光やってまして、海外を結構行かせていただきました。海外の方が日本人とか日本っていうのを見てすごく驚かれるのが、この本当にこう緻密に設計されたようなものっていうのは非常に驚いて受け止められるケースが多くございますね。で、今日見ていただくにはもですね、自然を生かしながら緻密にこう日本人らしい設計の行き届いた、箱庭的な巨大な箱庭みたいな状態になってると思いますけども、なかなか海外の人にはこう理解できないような、なかなか作れないようなものができたのかなと思います。一つ日本的なというんですけど、単にその芸術というよりも文化とか思想とかそういう感じで接していただけるような一つのモニュメントなのかなと思っています。それから出てくるヒーローでございますけども、ここにおりますが全部、実は、武士は一人もおりません。大阪でいうと、豊臣秀吉ってすぐ出てきますけども、そういう武士には一切触っておりませんのでですね、まあ、後ほど出てきますけれども、大阪にいてた医者とかですね、商人とか、そういう、まあ、実在の人物ではございますけれども、そういう人たちが活躍するようなテーマ。ただ、まあ、下にある武将隊の応援に来ていただいてますので、ちょうど安土桃山時代からタイムスリップしてやってきたというのはですね、我々だけではなくて、例えば有名なのは名古屋のおもてなし武将隊って、割と有名なんですけども、彼らも安土桃山時代からタイムスリップしてきた武士の集団ですね。今回は、26日のグランドオープンの、朝ですね、入り口の横にステージを組みま
まして、武将からは、名古屋からは、秀吉と信長と家康の三英傑が大勢に駆けつけると。で、武将隊は日本全国にありましてですね、今回は、仙台の伊達政宗とかですね、熊本城の、加藤清正さんですかね、この辺の武将も応援に駆けつけるということで、もし26日のこれをあのグランドオープンですね、10時からになりますけど、11時オープンの1時間前に、オープニングのセレモニーになりますけども、日本全国から武将隊が応援に駆けつけてですね、我々が彼らの様子を待ち割りというんですけども、待ち割りが完了したということで、視察に訪れるというのもございます。こういうところでもですね、実は全国の武将隊ですとか同じようなテーマの人たちとは連携しながらですね、一つの、先ほど、市長からの、個性という話がありましたけども、一つの世界観をこう作り上げていくということを我々単独ではなくて、もう少し日本のいろんな方たちと連携していくということをチャレンジしております。それからですね、もう一つ市場にことわっているのは、まず女性に喜んでもらえるということで、ほとんどこの館内の設計もですね、最初は私このプロジェクトにジョインさせていただいた時に見てびっくりしたんですけど、男ばかりなんですね。温泉の設計者ってやろうしかいけないんですけども、いや女性が楽しむんだから女性の意見取り入れるとダメでしょうということで、女性の意見を大幅にいろんなものを変えていただいております。特にこのパウダールームを今日見ていただくとですね、男性の方はもう共同しか入れないです。明日以降から平常の営業になりますので、男性は女性のパウダールームにはもう今月は入れませんので、ぜひ今日見てしっかり写真撮っていただきたいなと思いますけど、ここまでお金かけてですね、いいパウダールームを作ってるところは、他にはないかなと思いますけども、女性の方が一番長く時間を過ごされるところですので、そこはしっかりと、作ってございます。それから私も大山時代の雰囲気になりくるためのいろんなものを書くと変身してくるサービスですとかですね、先ほど申し上げたように、この世界観を追求するということではですね、いろいろなサービスをご用意しております。特にその先ほどちらっと触れましたが、そのコンサルをやらせていただいているときにですね、小売さんなんか のお仕事が比較的多かったんですけど、今の時代、小売業ってもう世界中の共通のテーマだと思いますけども、アマゾンに勝てる会社ってもうなくなってるんですよね。でどんどん潰れていってますよね、ご存知の通り。本屋さんってほとんどもう間違いなくなりましたけれども、他にもあまり言うと怒られるようになりますけども、どんどんこうなくなっていってるものなんです。でそういうコンサルを受けている中で、アマゾンに勝つ方法って考えると2つしかないかなと思っておりまして、アマゾンが絶対売っていない商品を売るということ、アマゾンでは絶対に体験できない体験を提供するという、この2つかなと思っています。そういう意味ではですね、例えば、聞き酒コーナーの中ではですね、役者が出てきてお酒の紹介をして、一緒にその酒の味を楽しんで、それでお酒を買っていただくというような、絶対アマゾンでは体験できないようなエンターテインメントとその、マーチャンダイズを組み合わせたり、あとコスメショップなんかでも、実際にドレッサーを置いてあって、それから、テイスティングができるような、なんていうんですか、シンクがついてますね。今はまだやってませんけど、できればそのうちメーカーさんの代表としてですけども、そういうところでサンプルをお渡しして、そのままお風呂まで持っていって使っていただくと、半分に 55% ぐらいのが女性かというふうに想定しておりますので、すっぴんの女性が大量にいているわけですね。なかなか例えば美顔器のちょっとしたデモでもですね、会社の帰りにお化粧をきちっとされている方がその美顔器に出会うとかをやったりしないんですね。なかなか試せない。ところがうちでしたら簡単に試していただけるような環境があります。例えば下着のフィッティングでもパッと1枚脱げばすぐにフィッティングできる。そういうふうな、ここでしかできないビジネスモデルというものがあると思います。そういったような、今の小売ではなかなかできないような新しいビジネスモデルのチャレンジということで、物販を作っております。このためにテナントは入れてないんです。すべて我々の方で、やってます。
ぜひコスメショップなんか見ていただきたいんですけど、和コスメとかご当地コスメとかですね、なかなか海外国では売ってないし、まあ、日本でも、松本清志ぐらいのドラッグストアの松本清志とかよく怒られます、そのドラッグストアのような化粧品売り場テナントにもお願いするとそんなことになるのか、メーカーさんとタイアップするとデパートの1階にあるコスメコーナーみたいになっちゃいますので、まあ、そういうことが絶対ないように自分たちの目できちっと商品を選んできて構成するというようなところですね、を随所に入れております。あと IT もかなり活用させていただいておりまして、いわゆる IoT というのが今、まあ、ブームになっておりますけれども、かなり全てセンサーが入っております。入り口のところでもですね、男女とかですね、年齢をチェックするような AI を使ったもので、どういう人が入ってきているか全部チェックをしております。で、館内の人の移動データも全てセンサーで補足しておりますので、今どこがどれぐらいの人が混んでいるのかですね、それを4階にある事務所でチェックしながら、人の従業員の移動ですね、これは私も過去に大手のテーマパークで働いてたところもあるんですけど、なかなかテーマパーク難しいのは毎日毎日状況が違うんですね。これはホテルの方は大きく違うんですけど、ホテルはまあ予約があるんで今日爆発するとかですね、今日客コンカッパっていうことはないんですけど、テーマパークは予約っていうのは基本的にないですから、蓋開けてみないとどうなるか分からない朝から混む日もあれば、いきなり昼過ぎから混む時もありますし、人が多いのに売り上げが上がらない時、人が少ないのに売り上げが上がる時、いろんなパターンがあります。大阪の大手のテーマパークでは365日分析すると大体150パターンぐらいあるんですよ。そういうパターン分析をかけていくつかのパターンを作って、それに対しての戦い方のフォーメーションを見ていくんですけども、それをパコパコ当てはめてるだけ、それでもやっぱりレーバーのコントロールというのは難しいです。うちの場合はそれをさらにダイナミックに動的にコントロールしていくということです。新しいチャレンジの仕組みを今作りつつありますので、まあ、そういったビジネスモデルというところでもですね、実は新しいチャレンジをいくつも持っているというところでございます。で、パーク自体はですね、その安土桃山時代と普通に楽しんでいただけるものにしておりますけれども、特にインバウンドだけにこだわるわけではなくて、その日本の皆さんにも楽しんでいただければなと思っています。まあ、ぜひともその今日ご覧いただいてですね、説明員が今日は立っておりますので、そこで聞いていただきますと、いろいろ今日私が説明しきれないようなこだわりとかですね、そういうのを全部説明させていただきますので、ぜひともよろしくお願いします。どうもご清聴ありがとうございました。